皆さんこんにちは今回はですね、えー、合格のレックが提供するこちらですね2022年度版デルジュン管理業務主任者こちらの速習テキストの紹介をさせていただきたいと思います担当しますのは本書を筆筆担当しているレック専任講師の亀田ですよろしくお願いします えー、まあこの、えーまあ、江戸はですね、えー、この本の、えーまあ、テキストの購入者の特典ということで、えーまあ、提供してるんですが第1回目はね誰でも見れるような形で,ですので、まあ、どちらかというと今回はこの本の紹介というかね宣伝という形でね進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はいでですね、えーまあ、まさしく管理業務主任者これに対する、まあ、テキストではありますが、えー、若干ですが最初にお断りさせてください。えー、今現在ですね本、えー、本の製本 作業中でです、ね、完成品はまだ私の手元にないんですね。えー、で皆さん映像を見られてる時にはもう、えー、と本書を買っていただいてお手元にあるかもしれませんけれども何せ、えー、未完成物件の広告の段階ですので、えー、完成品がありません若干お手元にある皆さんのテキストとは定裁、えー、が違ったりしていますので、えー、それはご了承くださいます。中身はは異なることはありませんのでねで 教師に関しては何とかカラーの印刷が間に合ったんですが中身の紹介の時なんかは、えー、少し見ますと白くなってるんですね、えー、まあグレー,、えー失礼しました、えー、緑の、まあ、色付きが本書のものなんですけれども今の未完成の段階では、えー、ちょっとね、えー、白黒印刷ということでこれはご了承ください中身は全く異なることはありませんのでねはいでです今回は、まあえー、管理業務主任者「速習テキスト」のまあ 特徴あるいはまあ利用の仕方ということでね一回提供していただきたいんですがまずこの、えー、特徴ですね出る順2022年度版管理業務主任者速中テキストですがまず一つ目、えー、私の、えー、と右肩に、えー、皆さんから見た左ですかね見えてるんですけれどもまず「管業に特化した速中テキスト」であるということね、えー。というのはマンション関連の資格ってまあ多数あって特に、えー、まあ 二大巨頭ととしてあるのがマンンショ管管理士と管理士業務主任者ですね。で、レックの講座なんかでもマンション管理士管理業務主任者ね、えー、まあ一緒に勉強していくことも多いんですが、まあ、今回はあえて管理業務主任者に絞って。というのは、まあ、マンション管理士と管理業務主任者はまあ出題傾向が似てて、まあ、内容も一緒なんですが、まあ、若干難易度とか。 それから、えー、ちょっと細かいところで言うと出題の傾向が違ったりするので、まあ、合わせてするよりも、まあ、今年2022年ですねもう絶対的に管理業務主任者を受からなきゃいけない受かろうとしている人に合わせて、まあ、管理業務主任者だけに特化して、ね、ですから、まあえー、一般的にはテキストはかなり情報を集約してね速修、えー、でも対応できるように進めているのが一つの特徴ではありますね。えー、官業に特化していいいるというところで即とううのは、まあ まあ今現代どの段階かっていうのいろいろあるとは思いますけれどもえ12月最初の日曜日の試験に目指してえ時間がないという方もギリギリ間に合うように全書読めなくてもねかえつまんででも読めるように即終する方にもえこれは対応するようにという形でまあ構成しておりますでもちろん春からあるいはえ正月からじっくりねえ時間かけて読み、えー、取っていただいてもいいんですがえ即終にも対応しているというところです。はい 2つ目の特徴としてはこういうふうに見えてるように過去問集、こっちからのリンク、えー、直接リンクが可能でですすとというここね。えー、この管理業務主任者は、まあ、受かるためにはもちろん知識を入れることが前提なんですがそれをその知識を4択これを解くことによってね、えー、得点に結びつけなきゃいけないので、まあ、一番の、えーまあ、効果的な学習は過去問、まあ、これがポイントなんですね過去問をまあやりこなして理解すること。 でもちろんこのテキスト「創、え、始、ー、テキスト」自体は過去問が解けるような形で情報を集約している。それはいいんですが今回じゃあ じゃあこの知識がどこの過去問に,に出ているのかっていうところをちゃんとリンクできるように本書内において、えー、この知識は何年度の何番の問題で出題されている後ほどちょっと紹介しますがね、えー、そういうところからまあ過去問にリンクしてます。で一方過去問集これもレックが提供している「デル・ジュン」の分野別の管理業務主任者の過去問題集なんですがまあそちらからでもですねこの「デル・ジュン」の速習テキストの、えー、どこのところに書いてあるかっていうことでお互いにこの速習 テキストからも、えー、あるいは、えー、過去問集からもね、えー、リンクし合ってるので非常に学学習習がが効効果果的的にに過去問学習が効果的に行えるとというところです、はい、そして3つ目の特徴としては一番下になってますがね無料、えー、コーダー動画付きとというところですね今回提供しているのもその第1回目となるんですが、まあ、2回目以降は具体的にですね、えー、分野ごとに、まあ、ちょっと、えー、スポットを当ててこの分野をこういうことで理解してくださいっていうので、まあ、即「 過去問解けるようにつながるようなね形で講義していきますので、えー、そちらも踏まえてまあ3つの特徴がありますただ特徴一応挙げてる3つだけじゃなくて中身的にもさまざまな特徴がありますので、えー、その点についてはね中のちょっとテキストをつながりながらね見ていきたいと思いますので。 でではそうですねえ皆さんお持ちと若干中身が違うえまあ色が違うところがありますがその中からね一つ二つの特徴を挙げいきたいと思いますがえーページをめくって頂い,いてえ箸書きありますねえまあ私が書いた端書きですがまあ最終行のところにえレックス編2個しかめたねえまあ責任を持って編集しておりますということで担当している名前ですがその次のページの4ページになりますかねえこちらに。 本書の利用方法とあります、まあ、効果的に過去問が学習できるようにということでいろいろイ工をつけてるんですがまず1つ目ですね。 各あの分野の項目を細かく切っておりますその中のですね、えー、まあ例えば第3章の意思表示、まあ、民法なんですがそこに関しては、えー、過去10年にわたってどういうパターンでさらに項目分けてどのところがポイントつかれて取材されるかっていうのをまあ星取り表の形で、えー、まあこれはえ皆さんに提供しておるというところですね。 細かく重要度を示してこれがまあ速習にも対応できるっていうことでもし時間があれば C のランクも踏まえて丁寧に見ていくこともありだしどうしても点数を直接つなげたいっていうところは最重要項目である S ランクね例えば再参照だと意思表示だと2番目のランクである A なので重要度はかなり高いところねこういったところをかいつまんで学習していくこともこれも可能なように過去問傾向とそして重要度をまず中扉で示しておく。 おりますというところですねはいで 中身さらに進めていきますと、えー、これは5ページとなりますが具体的な中身に関してはいろいろなアイコンを使いながらですねちょっと本書自体を読みやすくしておりますということですね。で確かにさまざまな知識に関していろいろ書き加えたいところなんですがさまざまな知識を書き加えながらすると非常に文が読みづらくなりますので、まあ、必要な知識として試験にズバリ出る知識としては、まあ、ストレートに記載しています。 章の途中なんでですが14ページまで、ね、これ具体的な中身となっておりますが、まあ、お手元にない方は画面見ていただければいいんですがね最初に、まあ、勉強する項目とすると意思表示の中でこれは本文の14ページですかね。 はい、心理留保、まあ、これを勉強しようというところなんですが、えー、まあざっとだけ朗読しますと本来であれば意思と表示が一致しておらず表示、えー、者にそれを望む意思がないことこれを無効となるはずですがその表情を信じ相手方を保護する必要性がありますと。 えー、その時に、えー、申し訳ないんですが心理流法による相手方の表示は原則として有効とされてますが相手方が、えー、その表示者の知っている知ることができた時っていうところね、えー、まあこういう表現がありますその時にですねちょっと言葉の意味の付け足しとしてこういうこと書いてあるねな今回は知ってる知ってないというふうに書いてありますが善意悪事、えー、という言葉でこれをまあ本文に付け加えていくと非常に読みづらくなるので、えー、ちょっと外したところ側中書きとしてね言葉の意味とどうしても も法律学習するとさまざまな不明な言葉ができますので極力ですねそういった言葉の意味なんかもね、えー、踏まえて、えー、そして、えー、進めていこうと。で言葉の意味として、まあ、今回、まあ、ちょっとずれてるところですが善意悪意という言葉が出てきた時にはどういう意味かと、えー、実を言うと善意悪意は悪人、えー、それからあ善意というわけじゃなくて物事を知らない人知ってる人っていうだけですということをね、まあ、言葉の意味なんかも踏まえて進めていってます。でさらにちょっとその下ですけれども 第三者そのねなかなか文字だけではなかなか想像しにくいところを図解を入れて、まあ、図を入れた上で、まあ、想像していただいてどういう形で A と B はどういう関係になっているのか A と C はどういう関係になっているのかっていうところも踏まえて、まあ、図示しながらなるべく分かりやすいように分かりやすいように執筆加えて図を、えー、書き加えて言葉の説明なども足してねやっておりますのでまあ 初心者まあ初心者というのはあれですけれども初めて勉強される方でもね、まあ、ちょっとスムーズに入っていくという工夫を凝らしてますさらにもう一度ちょっと前のページの紹介のところに戻りますがその他にもさまざまね言葉の意味だけじゃなくてワンポイントこういうのも付け加えてですね本来だったら付け足しのところなんですがその例もちょっと解きましょうかね。こここれままた本文進めて16ページとなりますががね、はい、ここにお題が としてありますその中でずっと言ってですね、えー、丸の一番ね当事者、えー、というところ、まあ、当事者間ということがありますがそこの最後の2行目のところですね昨後、まあ、これは勘違いですかね一度有効に成立させた上で下記の要件を備えた今から見る要件次のページにあるんですが表意者によって取り消すことができるとまあ一度有効にしたものは後で取り消すことがすることができるという形ですね。 そこにはどう書いてあるか。えー、ここには表意者とは錯誤によって意思表示をしたものを言います。すなわち勘違いした人ですね。錯、え、誤、ー、を理由,にすること理由に取り消すことができるのはあくまでも表意者だけです。文としては表意者によって取り消すことができるとして、えー、しか書いてありませんが、まあ、これ逆の言い方すると、 勘違いしした人しか取り消すことはできませんだからその裏の意味として相手方であったり全く関係のない第三者であるものがまあその行為を取り消すことなどはできませんとね、まあ、この意味自体ねちょっと隠れた意味自体なんかも踏まえてそれをまあやっぱり本文に使い加えるとなかなか読みにくくなるのでそういったところはワンポイントとして示しているということで、ねまあ、多少読みやすく,安くそして初めて勉強される方でもスムーズにいっておりますというところですね。 そして何といっても今回の、えーまあ、この、えー、テキストの特徴はですねもちろん本文記載の文がずっと長く続いて知識を入れてくださいという形で提供しておるんですが、えー、即終時間がないどれ覚えていいんだ、えー、ポイントはどれだっていう方のために、えー、テキストページは進めていただいて21ページとなりますかねこういう形で「デルトコ整理」としてね、えー、提供しております。まあ、これ分野ごごととにですすね、えーまあ、各項項目目ががありますが項目ごとに 大切な項目のところはその項目の一番最終ページのところでまあ4ページ5ページとしていろいろ理由も踏まえて規律を加えた上でいや試験の対策としたらこれを覚えてしまえばいいんですよっていうことで出るところをバシッ と整理した表ですね主な図表となってますが、まあ、これをしっかり理解しましょうということでまとめのページで、まあ、いわゆるまあレジュメの形となっておりますがねこれを提供しておるというところです。はいまあ、今回のこの意思表示のところですがポイントとなるのは当事者、まあ、契約した当事者でどういうふうになるのかそれが有効なのか無効なのか果たして有効なんだけど後で取り消すことができるのかちょっと言葉続いてますがそれいろいろ違ったりするんですね。えー、例えば虚偽表示なんかの場合は これは当事者においては初めからなかったもの無効ですところが作語なんかは後で取り消すことができるってやっぱり、えー、異なってくるこういうところがポイントとなるんですねはいで さらに、えーまあ、契約を締結した当事者だけじゃなくて第三者にどうお、まあ、対応していくかっていうところね、えー、例えば先ほど言った善意、えー、知らない人ですね、えー、で過失もない人、えー、で知らなくて過失もある人過失がある人ね、えー、そして知ってる人それに対して対抗できるかっていうことになりますとこの詐欺によって結んだ契約は、まあ、本来取り消すことができるんですけれどもさすがに善意無過失の大 第三者には対抗できません。というところね。はい。ところで善意なんだけれども、有価質過失のある第三者には対抗できます。丸印のなっているもんですね。はい、悪意のものには当然のようにえー、まあ、対抗できるという。ところで,で、この知識をそのままストレートに。 実際に過去に出題された問題ね、えー、その下に掲示しておりますので、それを合わせて、要は、えー、結局知識詰め込んでも結局問題が解けなきゃ意味がありません。で、問題この試験の問題は四択ですが、まあ一,八一足一足足で、えー、まあこれ区切ってやればその分が誤ってるか正しいか、要はマルかバズかなんですね。そこでやっぱり四択に取り掛かる、まあちょっと予行演習としてこの知識をそのまま生かして、えー、この分が正しいか誤ってるか、その訓練も踏まえてやっていこうということで。 でえー、この出るとこ整理の後にほとんどこの出たとこ実際に出た過去問を一問一答形式で載っかってます。でそれを、えーまあ、回答だけですけどね上の、えー、出るとこ整理を見ながらね回答をしていってみてください。これ若干説明しますと今回のこの一番上これ昨年の問題なんですけれどもね AB 間で交わした契約が詐欺だったんですが第三者 D に えー、まあ自分の権利を称することができるかっていう問題ですけれどもその第三者の要件を見ますと事情を知らないってありますからこれ善意ですがことについて過失があるっていうことなんですから、えー、ここ善意でかつ有過失そして善意でかつ有過失。 詐欺による取り消しがその善意でかつ有価質のものに対抗できるか、できるというふうにあるので、まあ、逆に言うとこの A はね、取り消した A はその善意でかつ有価質の第三者 D に対してその権利をね、えー、主張することができる、できない ととと書いいてあるのでで誤りだということで、まあ、ストレートに回答できるように、まあ、この出るとこね整理も整理しておりますのでここをうまく使っていただければ、えーまあ、時間がない方、えー、なんか特にですね、まあ、本文読むのは、まあ、確かには理想なんだけれども、まあ、試験に直結するところので最後に確認したいあるいは直前対策としても利用できるようにね、えーまあ、各項目ごとにです、ね、この出るとこ整理そして出たとこ書くもとセットで用意しておりますので、まあ、これはかなり効果的 なな学習が図れるとという形となりますす、はいまあ、その他ですねやはりあの初めて勉強される方、えー、まあこれをやっぱりね前提としておりますので極力分かりやすく、えー、言葉で、えー、ただし試験出る表現なんかはやっぱり使いつつね、えー、まあ 読み始めたところが読み終わる頃にはかなり難しい文章もちょっと複雑回帰なものも理解できるようにうまく構成してますのでぜひぜひ、えー、本年度2020年度の、まあ、合格を目指すのであれば、えー、今回のね、えー、もう一回、えー、表紙を見て,、えー、見ておきますとこちらのね出る順の「2020年度の管理業務主任者即中テキストね」ね、えー、ぜひぜひこれを手に取って一緒に頑張っていただけたいと ければなと思います。よろしくお願いします。はい、では、えー、今回はまあ第1回目の紹介ということでした。けれども、よろしくお願いします。ありがとうございました。